それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチの宇宙とフロスティーの中地とシュンです。よろしくお願いします。今日のテーマはい、速い球が打てるようになるノーバンストロークの極意。なんでノーバンストロークをするとね、速い球を打てるようになるんだと思うと思うんですが、それはまた後で説明させていただいて、ノーバンストロークってなかなか打つ機会がないと思うんですよね、うん、それこそノーバンストロークをいっぱい練習すると当て感が良くなるっていう、ボールに綺麗に当てれるようになるっていうところで、それをやるだけでガチャガチャだった面が綺麗なフラット面になったりだとか、ノーバンストロークって結構連続で打ったりとかすると思うんですけど、そういうのをやることでスイングスピードもどんどん速くなってきますよね。なのでそういうのを踏まえてやっていくと、どんどんねストロークのスピードが上がっていくということで、多分視聴者さんの皆さんはですね、如実にあのスピード系をやるとですね、視聴回数いいですよ、ね、速い球、剛速球系で言うとですね、一気にこうファーンって伸びるぐらい、みんな速い球打ちたいってなってると思います。今回ですね、紹介するノーバンストロークなんですが、2人がダブル前衛ということなので、基本的に前にいる状態から飛んできたのを叩くみたいな感じのノーバンストロークになります。なのでみんなが思ってるノーバンストロークよりもよりコンパクトになるし、相手の速い球に対しての対応になるので、結構ですね難易度も高くなってくるかなとは思うんですけど、これができることでストローク力の向上には間違いなくつながってくると思いますので、ぜひ最後までご覧いただいて、この技術をですね習得してください。やっていく前に一つだけお知らせがあります。見て強くなるソフトテニス塾で販売しております指導者向け DVD 第1弾から第5弾、累計販売枚数1500枚突破いたしました。よっ、ありがとうございます。最新でですね、発売させていただいている第5弾の選手の上達を加速させる最強練習メニュー50選という内容は、うちの方で監修させていただきまして、今の小中学生とかがですね、どうやったらもっと上手くなるかなということと、中学校の学校の先生は部活動をずっと付きっきりで見るというのが難しいと思います。付きっきりで見てないと気づいたら変な癖がついてる、変なグリップになってるとか、そういうね、悩みがあると思うんですけど、DVD の中ではそういったことに修正をかける、せざるを得ない練習っていうのをたくさん紹介させていただいているので、その練習をやれば変な癖がつかないで綺麗なフォームが身につくっていう内容をたくさん紹介しておりますので、ご興味ある方は番組下概要欄の方に購入リンク貼っておりますので、そちらからご購入ください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではですね、ノーバンストローク、まずはどんな感じかなっていうのをですね、紹介させていただくんですが、ダブルゼーのイメージなので、カットサーブ打って前に行った上がってきた打つみたいな、そういうイメージになるので、ちょっと軽くやってみたいと思います。カットサーブ打つ、はい、こういう感じですね。っていう感じになりますので、まずはこれをですね習得していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは実際にやっていきたいと思うんですけど、ノーバンドストロークで大事なのはラケットの使い方がすごく大事で、ラケットを真横から出そうとすると距離感も合いづらくなりますし、ちょっと近い遠いってなった時に面がずれてしまうので、イメージとしてはラケットヘッドを立てた状態で打つっていう感じになります。少し遠くなった時には小指を入れて面を立てる、逆に近くなった時には親指を入れて面が上に向かないようにするっていう、こういう手の感覚、近い時には親指をこう入れて、遠い時には小指を入れていくって、こういう円を描くみたいな、丸い球体を触るっていう、こういうイメージになります。最初からですね、肘を高いところに置いておくことで、ラケットが上から下の力を使うことができるので、これでラケットの重さをうまく利用して叩けるようになるので、最初すごい大げさでいいんで、高いところに準備しておいて、前からじゃなくて横から出すっていうので、ラケット出して練習していくと思うんで、それでちょっとやってみましょう。今見たんですけど、中地がぐちゃぐちゃになったのと、中山選手が少し遠い時にちょっと上に上げる癖があるので、肩の方に行けないっていうのがあったので、中地はこれを使って実際に打っていくと、中山選手に関してはもう少し肘の位置上げてみましょうか。結構親指強めでいいので、打ち方としてボールの外叩く系で結構打つこと多いと思うんですけど、イメージとしてはボールの内側を叩いていくってトップ打ちに近い感じになるので、あとはインパクトの瞬間なんですけど、目線をぶらしたくないので、結構お腹
力入れます。腕はリラックスしてミート集中したいので腹筋力入れてやるだけで球飛んでくんで、その意識でやってみてください。あ、そう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 、フラットで打てて、あ、そう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 、フラットしてて、あ、そうそうそう、自分低くなって惜しい、あれ、オッケー、いいね、いいね、おー、いいね、いいね。次、シュートボールを打っていきたいと思います。あ、そうそうそう、お、いいじゃん、中山選手、中地、ありがとうございました。ありがとうございました。今やったですね、ノーバンストローク、ラケットヘッドを立てる、肘の位置を上げる、体の正面向かないでちゃんと横を向くっていうところなんですが、速いストロークを打つっていうところにつなげるとラケットの重さをうまく使っていかないといけないですし、正面向くと体回らないので横から体を回していくっていう、そういったところを使えると速いストロークは手に入りやすいかなと思いますので、皆さんもぜひ意識してやってみてください。それと中地がですね、途中でやってた袋の素振りに関しては、綺麗に当たらない人に関してはすごく効果のあるものかなと思います。中地がやって外してすぐやった時はすごいパンパン綺麗に当たってて、それの効果が切れてくるとまたガチャってっていう感じになってたと思いますので、それを何回もこう交互に交互にやっていくことで感覚が手に馴染んで、こういう感覚でいったらフラットで当たるんだなっていうので身につくことができると思いますので、それは何回もやってみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信しておりますので、まだチャンネル登録をしていなかったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それと今回の動画が面白かった、参考になったという方はいいねボタンもお願いします。普段の悩みやリクエストに関してはコメント欄にてお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。